はい、こんにちは。じゃあ、いや大変だったんですよ。はい、おかえりなさい。大変なことが起きてしまったんですよ、皆さん。ちょっとね、死にかけたんですよ、本当に、うん、持ってなくて、これは、うん、ガチだよ、ガチの方、ね、ガチで、本当にギリギリだったんですけど、まあ、その話をさ、ちょっとみんなにも しとかないとなっていうことで、てかみんなにも気をつけてっていう意味で話したくて。確かに注意喚起、うん、注意喚起としてちょっと僕のね体験談をねお話ししますよ。お願いします。僕らね先週末に静岡でポップアップに行ってたじゃないですか。はい。でも本当にたくさんの方が来てくれてね、大盛況で、すごかったっすよ本当にね。そう、めっちゃ嬉しくてさ、その終わった後にもうテンション上がって、うん、俺庄司さんとしゅうちゃんと一緒にその静岡のなんか居酒屋に入ったんだよね、うん、でもうめっちゃテンション上がっててさ、もう最高だったねって言って、で牡蠣を食べたんですよ。大好きなね、大好きな牡蠣をね。で俺多分自分がその牡蠣アレルギーだっていうのは自負してて、うん、まあ、その牡蠣を食べるとさ、なんかよく当たったりと か、うん、かちょっと湿疹が出てきたりとかしてたから、うん、もう生牡蠣とかもう絶対食べないようにしたいね、うん、まあ、時々食べる時もあるんだけど、本当にもうそれまれで、で今回もまあ牡蠣フライにしとこうと、牡蠣フライと焼き牡蠣だけにしとこうって言って、そうやったら大丈夫って思って、まあ、結構食ったんよね、うん、でもう気分上がりまくって、うん、もう美味しかったって言って帰って、家帰って、まあ、夜中の12時か1時ぐらいに、まあ、そろそろ寝ようかなと思って横になってたら、めっちゃ気持ち悪くなって急に、うん、でも吐き気がもう襲ってきて、もう速攻トイレに駆け込んでさ、吐いて、で1回吐いてもなんか治んなくて全然体調が、でそのもう10分後ぐらいにまた吐いて、思いっきりこれやばいなみたいなマジでやばいぞってなって、でそしたらなんかだんだん今度顔がさ、どんどん腫れ上がってきて、このパンパンに、で目がもうこう開かなくなってさ、なんかもうめっちゃなんかたるんできて、この皮膚がなんか皮膚がだれてというかさ、でもう見た目本当に50歳よ、鏡見てさ、もうおじいちゃんになっちゃって、俺が特殊メイクしたおじいちゃんみたいな感じで、はいはいはい、写真見たっすけどやばかったっす、ね、いや写真で見せたいけどちょっと見せられないぐらいやばい本当に特殊メイクよりも壮絶です。特殊メイクよりもそう。でもあ、これ死ぬかもしれないと思って、でもう呼吸もさどんどん苦しくなってさ、うん、胃もなんかめっちゃ痛いし、なんか呼吸もなんかもうあんまできなくなって、うん、でも歩くのもさもう結構しんどくなっちゃってあ、これやばい死ぬと思って、本当にでも気合でさ、その近くの病院こういろいろ調べてさ、緊急以外が、うん、でもなんか繋がんなかったりしてさ、うんうん、でなんか3件ぐらいかけてやっと繋がって、でそこにね、ちょっとやばい死にそうです、多分牡蠣アレルギーですみたいな感じで言って、そしたらまあなんか救急車呼んでくださいみたいな感じで言われたけど、うん、いやちょっとさすがになんか大ごとにしたくないなみたいな感じでちょっと自力で行こうってなって、タクシー呼んで、もうなんとかその何そのマンションのさエレベーターとかもこう這いつくばりながら気合でこう行って、こうなんとか乗って、もう意識朦朧としながらこう、ね、病院に行ってね、で着いて緊急外来で、もうあ救急外来か、そうで、やばい多分アレルギーですってなって、でその速攻なんかもう点滴入れてもらって、点滴しながらちょっともうあんま何話してるかもちょっと覚えてなかったんだけど、あもうこれ完全にアナフィラキシーですみたいな、うんうん、あ俺も本当に危ないですみたいな感じ言われてて、でも俺横になりながらこうずっと点滴で、でもとにかく全身痒くてさ、ずっとこう書きながらこうつってこんな本当にマジで本当に苦しいし、呼吸苦しいし、こうずっと痒いしみたいな、全身こう真っ赤になってブツブツになって、わってでまあその点滴を多分30分ぐらいやって少しずつ落ち着いてきて、でちょっと話できるようになって、でいやもうこれはもう入院してくださいみたいになって、入院ってなってもう入院しないと危ないですみたいな、もう一日中点滴してやらないと本当にまたなる可能性あるしみたいな、でアナフィラキシーになってから、なんだろう、その48時間は本当に危ないらしくて、また再発する恐れがあるって言って、だからその間は入院しててくださいって言われて、分かりましたって言ってで点滴してたらもうだいぶ良くなってさ、そうなんとか一命を取り止めて、無事ね死なずに済んだっていう、結構ね夜中だったよ、2時とか3時とかそんぐらいだよね、そうそうそう2時だから、そうだね、自分の意識が回復したのがはっきり4時ぐらいだったから、
そうだよね。その辺でなんか撮影ができなくなった。そうなんですよ。ライブが来てて、入院と思って。そう、なんか次の日ね、あの撮影があったから、うん、それ連絡しなきゃやばいと思って。で、4時ぐらいにね、LINE して、ね。そう。あの時も結構、まだやばかったけど。よかったよ、マジで。マジで、本当にアレルギー死ぬからね、一撃で。そうなんよ。だから、うん、みんな多分、なんかアレルギーだけど、まあ、俺みたいにさ、牡蠣大好きだからちょっと食べちゃおうとかさ、少しならいいでしょうとか思ってる人いるかもしれないけど、うんうんうん、本当に危ないですよ。もう、うん、僕はね、もう身にしめて感じたんで、本当に。本当に死ぬと思って。だからね、マジでみんな気をつけてください、本当に。アレルギーのもの、本当に食べない方がいいです。で、なんか血液検査でそのさ、アレルギーも調べられるらしいんだよね。俺もすぐこれから調べるんだけど、まあ、多分牡蠣アレルギーだと思うんだよ。うん、皆さんもそういうなんか検査して自分が何のアレルギーなのかって多分知っといた方がいいと思いますね、うん、で、まあ、ちょっとぐらいいいやとか、まあ、前に大丈夫だったから大丈夫とかもね、その通用しないんだ。そうですね。だってあのこの前ちょうど 2週間前ぐらいにしゅうちゃんのチャンネルで一回牡蠣食べたじゃないですか。で、静岡ポップアップの前のサブチャンでも一回牡蠣食べたじゃないですか。そう、でもその時全然普通だった。そうなんだよ。だから本当にしゅうちゃんの動画で生牡蠣も食べたんよ、うん、で少しならいいと思って、でその時大丈夫だった何も、うん、だからもう何そのウェーバーズとかでもさ、うん、朗報とか言ってさ、ちょっかいで朗報したんだよ。みんなみたいな、牡蠣食っても生牡蠣食っても当たんなかったぞみたいな、でで、ファンのみんなも、よかったっすねみたいな感じで書いてた、その2週間後よ、もう死亡するって。マジで危ないっす、だから、うん、本当に。いやもう、挑戦しすぎなんだよ。やりすぎなんだよ。いつもさ、だってなんならさ、3日間食べてたよね。そう、それがいけない。だから、3日連続食べてないっす、静岡で。金曜日、土曜日、日曜日で。そうそう、金、土、日食べて、で、最後もさ、本当に、何その、庄司さんとかしゅうちゃんはさ、生牡蠣結構食べててさ、うん、うわ、いいなと思いながら、俺はさ、牡蠣フライしか食えないからさ、牡蠣フライ俺がほとんど食ったんや。だからめっちゃ食ったんや。そのせいで多分俺のキャパオーバーしたんだろうね、アレルギーの数値が。絶対そうだよね。そう。で、まあ、本当にやばかったからね、マジで。本当にね、危ないっす、マジで。本当気をつけた方がいいです。だって、なんか、今年入ってみんななんか、牡蠣に、やられてません。なんかミクルさんも先月生が効くって死んでて、いや危ないっすよ本当に。次はカリさんが。まあ牡蠣美味しいからね、食べたくなるけどね。まあでもいいんじゃない。これでもうさ、未練なくきっぱりさ切れるんじゃない。まあそうね、そうね、そうね、うん、これはもうちょっとならいいやっていう考えにはならないからね、うん、死ぬからねガチで。でアナフィラキシーもなんか2回目が本当にやばいらしいから、うんうん、俺今回1回目じゃん、うん、で多分2回目は本当に多分もっとやばいらしいから、うん、もう絶対に食べません。食べないね本当に。だから皆さんね、アレルギーにはマジで気をつけてください。本当にシャレになりませんね。どのくらいダメなんだろう。なんかオイスターソースとかもダメなのかな。それでそれぐらいは平気なんですか。それぐらいは多分大丈夫。それぐらいはちょっと食べさせて。多分あのザ、牡蠣、まあ、みたいなのはやめた方がいいですね。うわぁ、ね、しいな。この間庄司さんとね、あの築地に牡蠣ラーメンっていうのがあって、めっちゃ美味しかったよね。それ一緒に行きたかったな。いやもう行けないね一生。でもあれかな、そのスープとかダメだよ、絶対ダメだ。スープは一緒じゃない。鍋とかは大丈夫じゃないか。絶対ダメだ。一番絶対ダメ。まあでも俺そのさ、菌がとかじゃないもんね、多分アレルギーだから。そうダメだね多分、うん、まあということでね、そういうもうアレルギーで死にかけた話です、今日は、うん、なので皆さんも本当に気をつけてくださいということですよ。引っ張り立った方がいいですね。はい、まあまあ無事でよかったです。本当に。いや本当にそうです、本当に。あの写真見てビビったもん。本当にびっくりした。あの過去一顔がもう変わっていて別人すぎて。俺鏡でビビったもんね、マジで。え、これ俺と思って、マジで。いや本当そのレベルだよね。いやなんか寝る前になんかこの辺がさ、顎の下がさ、なんかめっちゃカサカサしててさ、うん、あれみたいな、なんで俺こんなカサカサしてんのかなって思ってたんよ、うん、だそれが多分あれね、あの助長だったね。始まりの急に50歳ぐらいになったそうね。急にめっちゃこれカサカサして、新幹線の時もなんか目真っ赤だったもんね。気づかなかった。ただなんか体がだるいなっていう感じだった。ちょっと疲れてんのかなって思ってたけど、そう、ないっすね、本当に。ガチで危ないっすね。よかったよかった、復活して、はい、ということで皆さん気をつけてください。
静けください。以上です。